どうも、ヌヌです。シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダー続きを遊んでいきたいと思います。マップで見る。の方だね。なんかある。目的地に向けて、のみを取りながら行きましょう。で、あれじゃない？ヘビの侵入を防げ。モノリスがアンロック。あれはアルーシュなんかじゃない。子供たちの仕業だ。何かまずいことが？実は毎朝目が覚めると、うちの中にあるものが知らないうちにみんな動かされているんだよ。アルーシュがどうとか言ってたけど。その話はやめてくれ。アルーシュなんていない。子供たちの仕業さ。俺をからかってるだけだ。それなら中に入れないようにすればいいじゃない。そうしたさ。でもどうやっても入ってくるんだ。引っ越した方がいいかな。引っ越した方がいい。そこにバッグあるけど。あ、ぼっちなの。キャンプか。こうしてパイティティにいるのは不思議な気分。埋蔵品や墓、それに古代の遺跡を求めてきたはずなのに、こんな展開は予想外だわ。まさか人がいるなんて。手がかりを追うのに夢中で、そんなこと思いつきもしなかった。首を突っ込む気はなかったけど、トリニティがいるなんて。Huye. ¿Qué está, no? Hakan. ¿Qué es esto? Kami no tōjō o matsu kyōdan no shinja tachi da.破滅が近づくとき、ククルカンは太陽への逃げとなる。破滅を止めるため。神様が生贄に？私が生贄となる。だが教団は役目を奪って世界を作り変え、自らの思う楽園を得ようとしている。世界を作り変える。ん？どこかで聞いた言葉だわ。来た！
あれ博士じゃね。あれはドミンゲスだわ。見よ、我々を結び世に救済をもたらす鍵だ。今平和への我々の願いは身を結ぶ。奴はククルカン、本当の名はアマル。ここで生まれたが外界で騙されて育てられた。信者もいる。それで？奴は亡き夫サイリの兄で、二人はパイティティの未来について対立した。サイリが死に、アマルは教団にのめり込んだ。あの嵐を見て皆恐れていることだろう。パイティティは不滅だ。トアの繁栄をここに約束しよう。奴のことだ。アマルの思い通りに行けば、我々反乱者たちは楽園のために始末されるだろう。箱がなければそうはならない。ああ、我々が先に見つける。アマルにまだ愛や理性があるうちに。外界のものにしよう。天罰が下るぞ。ハカン、やめろ。あの蛇に手が届くうちに攻撃すべきだ。いずれ正義は下される。我々の計画を台無しにする気か。エツリ、先に行ってサヌレ、山の突破なで会おう。最後の警告だ。行け。エツリと行け。変装でも見つかるやもしれん。わかった、箱を見つけるわ。平穏を乱すなと警告した。息子と散歩を楽しんでいただけだ。ふん、あまりアマルを刺激するな。今回きりだ。ちゃん、どこ行った？応答できる？ああ、うちとキャンプを張った。順調だ。ドミンゲスがいたわ。彼がククルカン教団のリーダーよ。ウヌラツたちは奴らと戦ってる。なんだって？もう何年もいるみたい。トリニティがパイティティを支配してる。私は蛇の目に行く。次の洪水が起きる前に箱にたどり着かなきゃ。あ、坊ちゃんいた。坊ちゃん、母さんは？見張りと破壊の間に入って話してるわ。パイティティの外ってどんな風なの？そうね、いろんなものがあるわ。
世界はとても広いの。パイティティより大きい？パイティティ100個よりも大きいわ。本当？ねえ、僕を連れてって。あなたのお母さんが許してくれるかしら。探しているものはこの中。正しい部屋の見分け方は？死の匂いがする。もし生きてたら昔の用水路を通れば戻ってこれるよ。あっちで会おう。気をつけてね。教団が見回りしてるから。ディスチェルの銀の箱けよ。何もないのかな。さて、古豪のモノリス。よし。いくら私でもパイティティには驚きだわ。人々とその歴史、彼らが辿ってきた道と今の姿。アマル、ドミンゲス、ククルカンはパイティティの平和だけが願いかのように話す。でもそのためなら手段を選ばず、人の死も厭わない。彼を止めないと。